ブルバードは、鈴木が製造する水冷4ストローク V 型に、気筒エンジン搭載のクルーザータイプのオートバイである。排気量別に、シリーズ車種として生産されている。日本語表記における車名は、ブルバードとなり、大通りを意味する語に由来し、都会的なイメージから命名された。英語的発音を参考にすれば、ブルバードが、より原音に、忠実な表記となる。 媒体によっては、ブルーバードと表記されている場合も一部に見られるが、青い鳥とは異なる。日本国外市場では、輸出し向け地によりシリーズのラインナップが異なっている。欧州一般仕様では、仙台シリーズのイントルーダーとして、国内版ブルーバードが販売されているほか、北米及び欧州仕様では、国内版の旧イントルーダーシリーズやなどを含めて、 ブルバードとして総合的にラインナップしている。本校では VZ 系、VZR 系のモデルをブルバードシリーズとして開設する。ブルバード400は2005年に発売された。800cc モデルと共通の車体を持つ普通自動にリンクラスとして同時にラインナップされた。クルーザータイプながら倒立式フォークを採用し、ショートフェンダーなど、 スポーツ走行をイメージさせる外装を施している。2008年11月には自動車排出ガス規制に適合させるマイナーチェンジが行われ、ファイ使用の EBL VK57A 型へ更新された。外観上の変更はほとんどないが、エアクリーナーカバーが累適型から縦型に変更となり、マフラー形状が変更されている点が主な差異となる。 2010年3月には、ビキニカウルを装備するなど、主に外装の刷新により、大幅なイメージチェンジが行われた。ビキニカウルは、フラグシップモデルの M109R、M1800R と、同系統のデザインであり、多面的で独特な形状を持つ。また、上位機種同様に、シングルシート仕様に変更する、オプションパーツも発売された。他には、 エンジンカバー類が黒色塗装からメッキ仕上げへと変更となっている。400cc モデルは2016年に生産終了が公表された。ブルーバード800は2005年に発売された。400cc モデルと共通の車体を持つ大型自動二輪クラスとして同時にラインナップされた。クルーザータイプながらスポーツ走行をイメージさせる外装を施している。 2006年10月に国内での販売が終了となったが、輸出用の海外仕様の生産は継続された。海外仕様は、北米、豪州向けが、ブルバード M50、欧州一般が向けが、イントルーダー M800 の名称で販売されている。ブルバード M109R は、日本国外専用モデルである。2005年に開催された第39回。 東京モーターショーに参考出品されたモデルを市販化したものとして2006年2月より販売を開始。北米、豪州向けがブルバード M109R、欧州一般向けがイントルーダー M1800R の名称で販売されている。ブルバード M90 は日本国外専用モデルである。北米、豪州向けがブルバード M90。 欧州一般向けがイントルーダー M1500 の名称で販売されている。日本国外向けのクルーザー車種においては輸出シムけッチによりシリーズ名称が異なる。欧州向けでは仙台シリーズ名であるイントルーダーが継続されており、ブルーバードの名称は原則的に使用されていない。北米及びオーストラリア向けでは2004年より統一ブランドとして ブルーバードの商標が用いられており、他のシ向けチとは異なる名称となる。なお、車種名の数字は、キュービックインチでの排気量を表す。鈴木株式会社鈴木二輪車社,社名の由来、英和辞典、ウェブリオ辞書ブールーバールの意味ウェブリオ英和辞典、音声ファイルによる参照が可能。英和辞典、ウェブリオ辞書ブルーバードの意味ウェブリオ英和辞典、音声ファイルによる参照が可能。 AB 鈴木モーターサイクルズブルバール400 0 0初言 AB 鈴木株式会社二輪製品ニュース2005年3月18日ブルバード400 800発売鈴木株式会社二輪製品ニュース2006年8月10日ブルバード400リミテッド発売鈴木株式会社二輪製品ニュース2009年2月26日 ブルバード400マイナーチェンジザオフィシャルサイトオブ、鈴木。モーターサイクルズブルバール M109R スペクツ、鈴木株式会社企業ニュース2006年2月20日、ブルバード m 1 0 9 r 0発売、鈴木サイクルズ、プロダクトラインズサイクルズプロダクツブルバール M90 から 2009M90、鈴木ギガバイトモーターサイクルズイントルーダー M1500、 ありがとうございます。